鉄が熱してますので水をかけますと瞬間的に、爆発のようになって鉄についた赤を離すんです。汚れを取るんです。それを取っておいた方が焼き入れがよくできるということから、あの水打ちをやるんですね。それでこうやって折り返しをします時にも必ず水を手で叩いて赤を外してから折り曲げて捨てます。